車椅子は私の足の代わりです。できないこともたくさん、でも代わりにやってみたらできたっていう新しい発見もたくさんあります。18歳の時にバイクで事故に遭いました。車椅子になってから世界が広がった気がします。みんなと友達になりたいです。あとキャッサーギが好きです。トリグラジオをしていますが、地震や火災などで避難する機会が一番困っています。車椅子でも仕事と育児楽しんでます。ママ車椅子があれば何でもできるよ。車に50メートル引きずられて車椅子になりました。でも今は1ミリも引きずってません。今後もっとバリアフリーが進んでくれることを願います。こんな田舎でもバリアフリーは必要だ。いつだって自分らしく輝きたい。寝室でほとんど寝たきりになっています。でもこのカップ付きのタンクトップを着ることで胸の痛みは和らぎ、買い物には行けるようになりました。車椅子になっても分身ロボットを使ってカフェで仕事をしています。障害者であるということはただの特徴にすぎません。自分らしく人生を楽しみましょう。障害を忘れられる瞬間もみんなのもの。みんなで困難さや悩みを乗り越えていこう。車椅子でもスキューバダイビングが楽しめます。サポートはありましたが、私は11メートルまで潜りました。ぜひチャレンジしてみてください。車椅子目線じゃないと気づけない、あの楽しい生活をしています。怪我してもやりたいことをやっていきましょう。怪我をして11年目になります。不自由になった、反面新しい世界、新しいところがいっぱいできて、結構楽しく、生活しています。みんなが助けてくれるから自分らしく笑顔でいられる。怪我をする前よりも人生楽しんでます。店頭にある足踏みをしないタイプの消毒液をお店に置いてほしいです。世界はバリアであふれている。ただ全てのバリアは人の力で越えられる。車椅子になって9年、毎日楽しいです。誰もが平等に暮らせる世の中になりますように。私たちはかわいそうじゃないよね。車椅子でよかったって思える時が来ますように。歩道が斜めだったり、もしボタンを人に頼んだりするのが辛いけど、それも僕らしさ。車椅子ユーザーでもママになれます。来月お兄ちゃんになります。車椅子になってまだ3ヶ月、戸惑いや葛藤は未だたくさんあるけど、周りの優しさに助けられ、少しずつ前に進められてます。バリアフリーがもっと進んでほしいです。怪我をした当時は毎日死にたいと思っていましたが、今は元気に頑張っております。私にとって車椅子は体の一部です。車椅子に乗っていると料理を作ることも、愛犬コムギと遊ぶこともできます。皆様コロナに負けず頑張りましょう。テニスがしたい。再生医療に期待しています。車椅子は楽しいし楽だし、優しさにいっぱい触れるよ。車椅子だと初めての方やお店の人に覚えてもらえるのでラッキーです。はい、僕は障害者になって20年。障害は自分の中の一つであって全てではないということ。自分に自信を持っていきましょう。少しずつ頑張っていきましょう。車椅子ユーザーの僕たちをもっと知ってもらおう。誰もが違いを認め合えるような
そんな社会にしていきたいです。今は車椅子ライバーとして活動しています。配信を通してたくさんの出会いがあり、日々楽しく過ごしています。車椅子になって35年、バリアフリーをもっと広めてほしいと思います。車椅子やからって諦めたらあかんで。車椅子だからこそ楽しめることもいっぱい、私たちだからこそ伝えられることを伝えていこう。障害者アシスタントの職業を確立したい。あなたのさりげない優しさが本当に嬉しいです。いつもありがとう。車椅子になってハッピーになれました。足が痛くなることを気にせずにハイヒールを履けるからです。一人暮らしをしています。やりたいことに全力でチャレンジ。私の道は私が決める。車椅子だからつながれたご縁に感謝。みんないつもありがとう。車椅子ライフ長くなったけどとても楽しくやっています。熊本城にエレベーターが着きました。皆さん来てください。バリアフリーは当事者の意見も聞いてほしいです。生まれつきの障害で車椅子ですが、いろんなところへ行っていろんな人と出会えました。それも車椅子のおかげです。ありがとう車椅子。車椅子に乗り始めて心が自由になりました。車椅子の選択肢が広がる未来、みんなで作っていきましょう。夏は日傘を差しながら車椅子を漕げないので暑くてとても大変です。熊本の皆さん、一緒にテニスを楽しみましょう。心のスクラムを組んで誰もが生活しやすい世の中を。車椅子を私だけの個性に、私は私らしく生きていきます。全国の車椅子ユーザーの皆さんへ、金沢へ来ます。バリアフリーに特化したグルメサイトを運営しています。楽しむことを諦めない。今大麻医療が必要、海外が認めた医療法、日本人の大麻と平和にみんな感動。ピース。アメフトの事故で車椅子生活になりました。でもただそれだけのことです。人と違うことは素晴らしいことです。自信を持って生き続けましょう。スーパーなんかに行っても陳列棚とか、そういった高い陳列棚に物が欲しいものが置いてあっても、まあ、手が届かなかったりとか、まあ、そういった面では、困ってるといえば困っておりますね。2児のママをしながら産婦人科と美容皮膚科で看護師をしています。自分らしく生き抜きましょう。戸惑わずやってみたいことは口に出そう。新しい自分に出会ってみたい。病やコンプレックスのある方をプラスに導く、支え導く鍼灸師です。電動車椅子に乗ってから行動範囲が広くなりました。心のバリアフリーがもっと広がってほしい。車椅子でもやれることを頑張ってます。支えてくれる全ての人たちに感謝です。いつもありがとう。障害者生活楽しくないんで、楽しめる方法あったら教えてください。再生医療を受けてまた立って歩きたいです。希望を持ち続けます。車椅子になって知らない人に助けてもらう機会がすごく増えました。みんなありがとう。車椅子でも自動車ディーラーのフロントとして働くことができて嬉しいです。車椅子になってからたくさんの素敵な出会いがありました。今も幸せに生活してます。生まれつき障害を持っているけど一般男性と結婚することができました。毎日日本美人らしいじゃない。大変なこともありますが、なんとかなります。できることを前向きにやっていきましょう。一度しかない人生、周りの人と大事にしながら楽しみましょう。4年前までは健常者だったんだけど、車椅子生活になりました。障害を持っていてもみんなで楽しく生きていきませんか。少し歩けます。でも車椅子にも乗ります。こんな人がたくさんいます。私は歩ける車椅子ユーザーの知名度が上がればいいなと思っております。コロナが落ち着いたらたくさん旅行に行きたいです。一度きりの人生、
障害があっても自分らしく生きよう。生活するのと仕事するので手いっぱいですけれども、とりあえず笑顔だけは忘れないようにをモットーに過ごしてます。生まれつき車椅子生活ですが、いろんなスポーツ頑張ってます。大変なことも多いけれど、その分人の温かさに触れることも多いです。車椅子生活になって結構人の優しさ感じるよ。あと結構楽しいこともあるよ。可能性は無限だ。無限の中だね。そうですよ。子育てと YouTube 楽しんでます。大変なことは多いけど、車椅子だと人の優しさを感じられるので幸せです。エレベーターを譲ってくれたり声をかけてくれてありがとう。車椅子になってどんどん忘れてよ。この体になって約5年、頑張ってます。みんなも頑張ろう。車椅子になって良かったことは、子供が車椅子に乗ってるパパかっこいいって言ってくれることです。車椅子になって物事の見方や見える世界が変わりました。私と繋がっている全ての人をハッピーにすることをモットーに生きています。世の中バリアはまだまだ多いですが、たくさんの人の優しさに救われて背中を押してもらいました。ありがとうございます。車椅子が特別な存在ではなく、やりたいことを自由にできる社会になりますように。